岩槻大地のフィッシングクルーズ、毎週日曜日18時から配信。今日もスペシャルなゲストと楽しい釣り対談をお送りしていきます。それでは本日も素敵な釣りの旅を。でその後もそれこそ中スポの取材ですよね。そうですね。で常滑港で今主要メインでやられてるフィールドでもやらせてもらって、あの時もね2枚か3枚釣らせていただいたりとか、そして今年じゃない去年ですね、まかまかチャンネルで、ちょっと面白い企画やってるんですよ。餌釣り対ルアー釣りっていう。コテンコテンに負けましたね。あれはたまたまメバルが釣れただけで、数としては結構見応えのある勝負というか、僕実際数では1匹負けてるはずなんで、いやぜひそちらもご覧いただきたいと思いますね。まあ餌とルアーどっちが釣れるんだろうって僕ら釣りしてる中で結構ずっと思ってることだと思うんですけど、意外と白熱しましたね。そうですね。あれはルアーのが強いですよね、やっぱり。いや外資の点でやっぱ船っていうフィールドもあって、うんうん、黒いを堤防から釣ろうってなったら、まあ圧倒的に多分餌の方が釣れるんじゃないかな。一回やってみたいですね。あ、それも冬じゃないと厳しいかな。どうなんだろう。今結構僕は今も最近はずっとスズキをメインで釣ってますけど、そうですね、うん、よく目指しにやってます。クロダイはやっぱりそこの方でやってると結構いいの食ってくるんで、やっぱりカニとか食べてるんですよね。もう一度原点に戻ってもらって、深瀬から深瀬どっちかで勝負しましょう。いやもう餌釣りでね、師匠にかなう要素がないんで。本日はバルコンプリートのご紹介です。バルコンプリートではこだわりのイタリアン、そして低温熟成の地下牛を使った美味しいステーキ、また10時以降はカラオケもお楽しみいただけます。そして最近スクリーンを導入したので、皆さんご安心してテーブル席もご利用いただけます。それでは皆さん、バルコンプリートでお会いしましょう。これご覧の方もこれだけ黒で釣れるよっていうのを見てたらやってみたいなと思うと思うんですけど、まず師匠から黒鯛始めたいよっていう方にアドバイスするとしたら、そうですね、まず始めたいと思うんでしたが、師匠を作ること。でも本当真理ですね。教えてもらえる方につかないと、はい、まず1、2年全く反応のないまま終わってしまうことが多々あります。どんな釣りでもそうですけど、やっぱりすごいある程度分かってる人、釣ったことがある人が中村さんの記事を読んだらすごい参考になると思うんですけど、全く黒鯛釣ったことないよっていう人からしたら多分難しいですよね。そうですね。イメージが湧かないと思うんで、仕掛けの作り方から、餌の作り方から、もう本当オキアミの刺し方から、まあ今 YouTube とかいろいろあるんですけど、それでもやっぱり師匠を作るっていうのが一番早いですよね。一番早いですね。なるほど。まあ、じゃあもうこれそんなに言ったら動画で中村さんに弟子入りしたい人が押し寄せてきちゃう。今年もね、4人ほど弟子を取ったんですか。弟子じゃないですよ、教えてっていう方が。すごいですね。今でも暇かじまあと町遊会もうずっと代々とメンバー、かれこれ24年目ですかね。で今コロナ禍で昨年はちょっと体感もできなかったんですけど、今年もちょっと集まりができないかなと思ってるんですけどね。なかなかね、難しい。で年に2回山鹿島の清掃活動もやって、その時にセットでね、釣りをしてて、さんも知ってる通り僕も何度かそうですね、参加していただいて綺麗に掃除して、結構ゴミ出るんですよね。てかまあやっぱりどうしても、そう、釣り人以外のゴミも多いですよね、山鹿島に関して言うと。なんでね、もう本当に釣り場で見かけたら自分のゴミプラスアルファ見かけたものはなるべく拾って帰るぐらいの気持ちで。最初はもう24、5年目なんですけど、初めてやったのが3人でスタートしたんですよ。で3人でスタートして、ただその時にたまたま僕が暇かに行った時に、温度袋、ガゼット袋を持ってで拾ってたら、島の子が「え、何やってるんだ」と、こんなこと見たことねえよということから始まって。で3人から始まって次に4人、5人になって、この同じ船で渡る人が「あなたたちいつも何やってるの?」って言って、それから仲間がどん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 増えたんですよね。そういった地道な活動がですよね。で、まあ、何年後にじゃあこれ来て掃除だけじゃちょっと面白くないなって言って、大会でもやろうかと。なるほど。で、まあ、落とし込み釣りの大会をずっと続けてるんですけど。本日も動画のご視聴ありがとうございます。岩槻大地のフィッシングクルーズは毎週日曜日18時から配信です。ぜひチャンネル登録お願いします。次回の動画もお楽しみに。